箱の存在ゆえに財団の繁栄はあった。だというのにあの男はそれをネオジオンに譲渡しようとしていた。私だけしかいなかったんだ。箱をビスト財団を守ることができたのはあの男と違い、私に優しいおば、彼女もそう言っていた。愚昧な政治家や軍人を操る方法を私は知っている。アナハイムの重役、もしくはビスト財団幹部としてうまく目的を果たした。今までと同じように、これからだってうまくいく。これから、引き金を引いた時のあの感触、いつになったら忘れられるのか。悪いのは100年続いた秩序を乱そうとしたあの男だ。そうだ、元凶はあの男。私は悪くない。何も悪くないんだ。実戦経験に乏しい素人のような船が指南所に勝てるわけがない。あいつの怖さを私はよく知っている。何しろ RX0 との兄弟機ともいえる機種、しかも乗り手はあの赤い彗星の再来。艦内の混迷ぶりは度合いを増していった。だから私は鍵を託された小生意気な少年にそっとささやき、鍵が丸ごと壊れるように仕向けたのだ。そうすることこそが最善の策だと信じて、どんな時でも状況を冷静に判断できるものであれ。あの男は私にそう要求し続けた。その答えとして私はコーチを身につけたのだ。私は間違っていない。広い視野で物を見て行動している。そうだ、私は正しい。でたらめな強行作戦、それはまだよしとしよう。しかしあの小僧の救出作戦などという大義名分を掲げていることは勘に触った。なぜあの男はあんな子供に鍵を託したのか。いつでも全体にとって最善なことをしてきた私を差し置いて、なぜ。強い自分が全てで、それより劣るものは怠けていると決めつける、そんな男だった。私も努力をしてきたのに、なぜ私じゃなかったんだ。相入れない船の連中ではあったが、生死を共にすると情も移るようだ。だがそうした気持ちをおばにズバリと見抜かれ、私の心臓は縮み上がった。おばがいかに悪辣な企みをしようと、私には反駁することができない。艶やかな笑み、この女は全てを理解している。理解したその上で私を操縦している。私の放った弾があの男を貫いた時の苦悶の声、壁に飛び散った血、それらは私を何度でも眠りから引き戻す。あの男は私を認めようとはしなかった。
人を信じられない人間だった。自分の息子ですらも。だから私はあの男を殺した。親が子を殺し、子が親を殺す、呪われた家系にふさわしい行為として。そんな私を認め受け入れてくれるのはおばだけだ。だから私は彼女の望み通りに動く。通信が切れた後、私はコンソールに顔を伏せた。激しい感情の波が押し寄せる。永遠に引き返せない道を私は歩んでいるのだ。私を助ける女、敵ネオジオンの人殺しのために作られた人工物。そんな女が私の手をつかむ。吹きつける激しい風に耐え、私は女を見る。圧倒的な握力、強く清らかな意志を放つ瞳、何者にも流されぬ魂。なぜそれをこの作り物から感じるのか。お前は私を救ってくれるのか。暗い道を弱々しく進む私を、その手で別の世界に導いてくれるのか。